ついにこの時が来てしまった。はい、ちょっと緊急で動画回してるんですけど、僕たち夫婦の海外生活においてかなり大きな試練がやってきてしまいました。こんにちは、Kです。大学院留学をきっかけにオーストラリアメルボルンに夫婦でやってきて早2年が経ちました。いろんな大変なこともあったんですけど、2人で力を合わせて乗り越えてきました。が、最大級の試練がこの度訪れてしまいました。まあそれによって今後2人ともライフスタイルを変えていかなきゃいけないし、将来プランとか予算計画とかもかなり変更していかなきゃいけないんですけど、その理由というのが英語です。一言で言うと、僕たちは英語をこれから本気で勉強しないとこの国オーストラリアにとどまれないという状態にあることが分かったんです。逆に言うと、英語を勉強すればこの国に今後もとどまることができるっていうことが分かりました。その状態であることが判明したのは、僕たちのビザに関する件がきっかけでした。今僕はメルボルン大学を卒業して、卒業生ビザっていう形でオーストラリアに滞在をしています。2029年までだから、今から5年間にかけては今からオーストラリアにいることができるビザなんですけど、まあ、そのビザが出てからその次のビザのこととかはあんま考えてなかったし、まあ、取れないと思ってたから、まあそのタイミングがオーストラリアを出て他の国に行ったり日本に帰ったりっていうタイミングなのかなっていうふうに思ってたんです。先日の僕の動画にコメントをしてくださった、いつもコメントをいただける方が親切なお言葉をくださって、190ビザ、サブクラス190ビザっていうビザを使えば語学学校の教師という形であっても永住権まで行けるんじゃないかっていうことでご指摘をくださったんです。そのビザの存在自体は前から知ってました。というか、移住を考えている人は一度は耳にする言葉なんですけど、僕は勝手に、まあ、自分は可能性低いと思ってあんま調べてなかったんですね。 PR って言われるその永住権は今後、まあ、いろんな条件はあるんですけど、オーストラリアにずっと留まることができる権利になります。ビザを持っていると今後オーストラリアに住むこともできるし、他の国に住みながらもオーストラリアに戻ってきたりとかもできるしっていう形の住み方が可能になるので、すごくいいなっていうふうに思っていたんです。で、そんなビザ取れたら嬉しいんですけど、ちょっと調べてみたら自分の資格職歴とかを考慮するともしかしたら取れるんじゃないかなっていうふうに思い始めました。まあそれ自体はいいニュースなんですけど、その申請に際して2つの問題があることが分かったんですね。それが、まあ、かなりの試練だし、特に2つ目の試練の方が僕たちにとってはかなり大きいなっていうふうに思っています。まず1個目、申請者である僕の IELTS の受験です。 IELTS というのは世界中で行われている英語の能力試験のことで、申請者である僕が一定レベルの英語力を持っているよっていうのが証明できないとまず申請ができません。で、そのラインっていうのも、まあ、3段階に分かれていて、一番下のランクが取れていないとまず申請自体ができないんですけど、まあ、そこは多分僕は大丈夫です。IELTS でいう9段階の6点まで取ってればいいので、そこはまあ問題ないかなと思っていて、そのもう一個上のランクになると IELTS 7のライン、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング全部の技能それぞれにおいて7点以上っていう条件を達成すると10点もらえるんですね。ポイント制なんですよ。だから一番下のランクだともらえないけど、ちょっと英語力があると10点、その上に行くと20点もらえるって感じで、ポイントが多ければ多いほどビザ自体の通る可能性が上がるっていうものなので、なるべく高く行きたいんですね。で、僕はその真ん中のグレードも、まあ、基本的には取れるんじゃないかなって思ってます。今まで4回 IELTS 受けてきましたけど、その IELTS のスコアを取ることは現実的に難しくない。で、その僕のレベルからもう一個上に行くと、これはネイティブのレベルになります。ノンネイティブである僕みたいな人がそこに割り当てられるためには IELTS でいう9段階の8が必要になります。あまりイメージができないんじゃないかなと思うんですけど、日本の中で英語ができるっていう人の多分 1% 以下だと思います。まあ、それぐらいしんどい。まあ遅刻子女の方とか幼少期から英語を使ってらっしゃる方とかだったらまだあるかもしれないんですけど、
中学校の頃から勉強を始めた僕みたいな人間が本当に到達できるのかっていうのは疑問ではあります。さっき言った通り、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング、全部でそれぞれ8以上っていう風に言ったんですけど、リーディングはまずいけると思います。リーディングは今まで満点も取ってるので、9点取ってる僕なので、まあ、今後8位を取ることは普通にできるかな。リスニングも 8.5 を取ってるので、まあそれを満点にしたり、まあ8以上を取ったりなんかピースしたらこれ出てきちゃった、はい、ってのも可能かなっていう風に思っています。すいません、なんか3つ目はまた出てきた。3つ目はスピーキングのスキルに関しては、これも8がいるんですけど、8にまあ届くイメージはできます。今までも 7.5 取ってるので、今後勉強して対策することによって8を取るイメージはできます。問題は最後残ったライティングなんですね。ライティングは今までで最高7しか取ったことありません。8を取るっていうのはネイティブスピーカーでも難しいレベルの鬼門になります。まず英語が話せて普通に書けてっていう、それだけの人だったら解けないです。エッセイっていうのをちゃんと書かなきゃいけないし、1時間っていう制限時間で2つの大きなトピックに回答してミスほとんどない状態でレベル高い語彙を使いながら複雑な構成でちゃんと内容のある文を書かなきゃいけないっていうものなので、まあ本当にしんどい。やってみないとわかんないんですけど、まあ今の段階では本当できんのかなっていうふうに思っています。さっき言ったみたいに、僕は今真ん中のグレードは取れるランクなんですよ。だからポイント10点は取れるので、じゃあ上の部分、上の20点を狙いに行かなくてもいいんじゃないかっていうことなんですけど、高ければ高いほどポイントはいいし、僕結構ギリギリなんですよね。その申請する上でもめちゃくちゃ余裕があるタイプじゃないので、そこで稼げるなら稼いでおいた方が絶対につながりやすいと思うんです。オーストラリアに来て2年経ちました。その間、まあ英語の勉強もある程度はしてきましたが、日本にいた時の方が絶対に勉強してます。それに関しては断言できます。英語を使う機会はこっちでもあるし、英語を使った勉強ってのはやってきましたけど、英語の勉強って形で英単語とか発音とかいろんな新しい表現を学んだりっていうことをたくさんやってきたかというと、まあ、正直甘かったかなっていうふうに思っています。で、スペイン語とかや韓国語とか今やってるんですけど、そっちの方が今新鮮で楽しいし、英語学習が正直片手間になってたなっていうのは思っていて、IELTS の参考書、こういうものとかも持っては来たんですけど、まあそんなにガチではやれてません。開いたりとかしてるし、読んだりもしてるんですけど、日本でめっちゃ勉強してた頃の方が、絶対濃い勉強ができてたなっていう感じがします。なので、まあ、こういう本をやりながら公式問題集も解きながら今後頑張っていくのかなっていうふうに思っています。まあこれに関してはいい面もあると思ってて、僕の英語力正直今伸び悩んでると思ってるので、それを突破するためにも、その壁をぶち壊すためにも、このタイミングでそういう勉強ってのは必要だと思ってるので、ちょっと前向きに捉えて長期的に計画立てて頑張っていこうと思っています。はい、そして試練の2つ目。これはですね、僕の問題ではなくて妻の方なんですね。奥さんの英語力も必要になります。その結果、さっき言った3段階のランクの一番下の英語力は最低限必要っていうふうに言われていて、それが IELTS の6です。リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング全部でそれぞれ6が必要。奥さんは現在まあ初級レベルに近いかな、初級から中級にかけてのラインだと思います。オーストラリアに来る前は英語とか全然話さなかったし、もともと全然好きでもなかったし、こっちに来て生活する中で勉強もしてある程度力は伸ばしてきましたけど、正直 IELTS の6の受験が見えるラインでは、厳しいこと言うけど、まあないです。 IELTS の6っていうラインって基本的には中級とか中上級レベルのランクじゃないとダメです。僕今語学学校の教員やってますけど、今エレメンタリーを基本的に教えてます。エレメンタリーはビギナーの1個上なんですけど、ビギナーの上にはプレインタミディエートって言われてる中級のちょっと下の方で、その上にインタミディエートって言われてる中級、その上にアッパーインタミディエートっていう中上級のランクがあって、
そのクラスの子たちが IELTS の6に向けて勉強ができるぐらいの感じです。その子たちでも簡単に6は取れないし、各技能全部で6みたいなハードルは基本的にないので、かなり厳しい道であることは想像に難しくないかなっていう感じですね。僕の教えてるエレメンタリーのレベルか、まあもうちょっと上ぐらい、プレインターミネートぐらいのレベルである妻が、今から本気で勉強をして6を取りに行きますっていうのは、かなり遠い目標であることは確かです。なんかイメージするなら、日本語を勉強してる外国人の方が、なんか1年後とかに漢検2級を目指すようなイメージかな。今の、妻のスキルっていうのは試験系のスキルではないんですよ。今まで妻は英検だったり、なんか TOEIC とか、当然 IELTS とかも受けたことないし、なんならセンター試験の時の英語も受けてなかったりとかで、その試験で英語力を測られるっていうことは基本的にこれまでなく生活してきたんですね。それはこの2年間でも当然一緒で、今日常生活を送って職場で仕事できるぐらいには英語力成長させてきたんですけれども、その英語力を測られる試験に臨んで6を取るっていうのは1回2回の受験ではできないし、行き当たりばったりの学習でも基本的に無理だと思います。ちゃんと長期的に学習計画を立てて、戦略的にまずこれやって、この力をつけて、その後1回この試験を受けてみて、その後こうやって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 っていう階段を登った上にできるかできないかっていうものなので、僕も全力でサポートしようとは思っています。だけど同時に妻の方も自分の時間で勉強したり、もしかしたら語学学校とかそういう対策の学校に通ったりとか、そういうことも今後必要になってくるのかなっていうことなので、ここに関しても2人で力を合わせて頑張っていこうと思っています。まあでも心のどっかでこういう時期が来ることは予想してたんです。奥さんが本気で勉強しなきゃいけないタイミングっていうのが、まあいつかは来るかなって思ってて、その証拠に前回の一時帰国の時にこれ買ってるんですよね。この参考書を一回買ってて、まあ見ての通り全然やってないんですけど、それは具体的にこれが必要とされるような場面っていうのがあまりなかったというか、実際に受ける計画とか必要性とかにも駆られなかったので、現実的に勉強をすることにはあまりつながってなかったんですけど、ついにこの本を開く時が来てしまった感じです。差し迫った危機的な状況じゃないと、必要性に駆られないとなかなか勉強って燃えないので、まあそういうタイミングなのかなっていうふうに思ってやっていくしかないのかなと思ってます。まあ救いの部分というか、いい面も2つあって、まず1つ目が、期日自体は長いんですね。そのテストのスコアを得なきゃいけないラインっていうのが、まあ、基本的に今後4年間なり5年間なりあります。だから時間はあります。なんか先延ばしでなかなかできない、ダラダラしちゃうってことがないように、ちゃんと自分たちに厳しく自分たちの期日設定を持ってやっていこうかなっていうふうに思っています。2つ目のメリットというか、いい面は、さっきも言ったけど、英語力が上がると僕たちの生活だったり仕事の質は向上します。奥さんの職場の方で当然英語も使えますし、コミュニケーションが円滑になればより仕事もやりやすいし、友達とかともより深い話ができたりとかもあるし、僕の方は当然今語学学校で英語の教員やってるけど、まだまだ自分の力足りないなって思うことばかりなので、その自分の状態っていうのを一回ぶち壊してワンランク上の自分に持ってく上で、このタイミングってのはなんか神様が与えてくれた試練なのかな、自分が乗り越えなきゃいけない山なのかなっていうのを今思っています。厳しい条件ではあるんですけど、まあ本当にダメなら諦めて日本に帰るだけだし、頑張ってみようと思います。まあ頑張った結果取れなくて申請できなくてダメとか、そういう結末になっちゃうかもしれないんですけど、まあやれることはやって
永住権に向けて頑張っていこうと思います。まあ永住って言葉なんですけど、文字通りオーストラリアに永住したいわけではありません。ずっとオーストラリアに住み続けて日本にはもう帰りませんっていう宣言をしてるわけじゃないです。どちらかというと、さっきも言った通り、日本以外に安定した生活拠点を持ちたいなっていうふうに思ってるだけで、語学学校の教師としてよりフレキシブルに、より豊かに生きていく上でオーストラリアに住むことができるよっていうカードを持ってることってとても意義があることだと思うので、それに向けてやっていこうと思います。というわけで、今日この日を境に永住権取得チャレンジプロジェクトおよび夫婦で IELTS 受験プロジェクトが発足されました。仕事とプライベートとか、あと僕は動画制作とかで忙しい日々なんですけど、そこに IELTS っていうものをがっつり組み込んで目標達成に向けて頑張っていきたいと思います。はい、その様子は今後ブログでも発信していきます。最近動画の更新滞ってますが、現在この動画の他に3本編集中ですので、順次アップしていきますので、よろしくお願いします。では僕たちの挑戦を応援していただけるととても嬉しいです。よければこの動画にも高評価、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。では